3月12日金曜日、西丸の内にある市役所本庁舎で、津商工会議所から津市へ非接触型体温計が送られました。この日は津商工会議所の会頭伊藤俊康さんをはじめ3人が市役所を訪れ、前橋町に目録を手渡しました。この寄贈は津商工会議所が新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みとして、学校に通う子どもたちの健康管理や学校行事を安心安全に行ってもらおうと、非接触型体温計150個を寄贈したものです。伊藤会頭は、教育現場ではまだまだコロナ対策など大変かと思います。津市の未来を担う子どもたちですので、お役に立ててもらえればと思いますと話していました。続いて前橋町からお礼の言葉があった後、森教育長は、普段子どもたちは自宅で検温をしていますが、検温を忘れてしまう子どももいるので、今日いただいたものを活用したいと思います。何よりもいただきたいものでしたので感謝申し上げますと話していました。寄贈された非接触型体温計は、市内の各小中学校、義務教育学校に配られ、活用される予定です。